東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の戸郷、対するベイスターズの先発は左の浜口、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の戸郷、マウンドに上がりました。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは梶谷。第9球投げました、打ちました、初球打ち、レフトフライ、飛距離は出ていません、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ジャイアンツ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で陽、第9球あっと、いった、初球をうまく捉えました。6対0、ジャイアンツリードを6点に広げます。今チームメイトが迎えます。3回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは陽、第9球投げました、初球を打ちました、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。国吉降板、マウンドに上がったのは三島、今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球初球はストライク、いきなり154キロ投げました、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、よう、今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、スタンドからの祈りが活力となりました。チームメイトが迎えます。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で陽、今日4打点を挙げています。第9球投げました、ストレートはボール、投げました、真ん中にストレート、第3球を投げた、打ちました、あっと取れない、ライトからセカンドへ、ジャイアンツリードを8点に広げます。11対3、ジャイアンツリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で陽、今日は3安打猛打賞。第9球投げた、もう投球、これから2球目、打ったいい当たりだ、ワンバウンド、ヒット、ボールは中継、よう、ナイスバッティングです。さあ、チャンスを広げています。さあ、バッターチャンスをものにできるか。第9球投げた、初球決まってストライク。第2球ランナー走った、これはストライク、二塁はセーフ、ランナーが二塁。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で梶谷、ジャイアン初球を打った、抜いていった、梶谷いいバッティングを見せました。鍵谷降板、ここでマウンドに上がったのは中川、今日3人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、149キロ直球、空振り三振、ジャイアンツ大差で勝利しました。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。